5回1は、スクーデリア・フェラーリが1954年から1955年にかけて F1 世界選手権で使用したフォーミュラワンカーである。社名の625はエンジン1気筒あたりのシリンダー溶石 625cc を表す。フェラーリは1951年に直列4気筒2.5リットルエンジンを完成させ、 これの2リットル縮小計を500回にに搭載して1952年と1953年の F1 世界選手権で圧勝した。1954年の2.5リットルエンジン規定導入に当たり、まずは直列に気筒エンジンの開発に挑戦したがものに、できず、成功した4気筒路線の継続を選択した。625回1は2.5リットルエンジンを500回。 2の流用シャーシに搭載したモデルで1953年の非選手権レースから登場した。また、同じエンジンを積んだ GT カー、625TF が3台製作された。1954年シーズンは625回1と新設計の553回1を併用して戦ったが、マセラティ250回、メルセデスベンツ W196 という、 優れたライバルの登場で苦戦を余儀なくされた。1954年、第4戦イギリス GP では、W196 の初期トラブルに乗じて、フロイラン・ゴンザレスが優勝。1955年のモナコ GP は、独走していたスターリング・モスの W196 が、エンジン故障で止まり、アルベルト・アスカリのランチア D50 が海中に飛び込むという波乱の展開で、 3位にいたモーリス、トランキニアンが幸運な初勝利を手にした。しかし、それ以外のグランプリでは優勝できず、625回1から555回1にスイッチしても状況は変わらなかった。625F1、フェラーリドットコム、2010年3月23日閲覧、ありがとうございます。